エルカチャンネルのショーです。はい、今回の動画なんですけど、今使っているスマホ Nexus 6P ですね。 Y モバイルから2年前かなに出たやつなんですけど、これを使ってて性能的にはそんなに不満はないんですね。横幅が微妙にちょっとこれでかいんですよ。でなんてことないんですけど、ちょっとした時にそれが苦になることがありまして、もう他のにしようかななんて思って、サイズをちょっと他のやつと見比べたら、今ちょっと買いたいなって思ってる機種に比べたら7ミリぐらいちょっと横が大きいんですよ。 Y モバイルで機種変更しようかなとも思ったんですけど、今これがですね、そうですね、4500円ぐらい、大手3社に比べたらですね、めちゃくちゃ安いと思うんですけど、もう少しどうにかならないかなと思いまして、調べたら UQ モバイル、ムックとガチャピンが出てるやつですね。あっちがですね、同じその欲しいって言ってる機種が、まあやっぱり乗り換えとかでするんで安くなるんでしょうけど、この Y モバイルでやってるプランと同じぐらいで、機種代まで入れて2500円ぐらいでしたね。でなかなか乗り換えってなるとですね、いろいろと面倒くさいかなとか思うこともあるんですけど、今からやってみたいと思います。 Y モバイルから UQ モバイルへ乗り換えます。今 Y モバイルのカスタマーセンターかなに電話して予約番号をもらいました。で今からですね、 UQ モバイルの方にネットから乗り換えの手続きをやっていきたいと思います。はい、じゃあ今 UQ モバイルのネットの方に今来てるんですけど、ネットから申し込むと1万円のキャッシュバックがあるそうです。ここですね、 Y モバイルと違うのはプランが、電話のプランが2つのデータ容量が3つあるんですね。それでこっちのおしゃべりプランっていうのがあるんですけど、こちらは国内通話が何度でもかけ放題だそうです。ただ Y モバイルと違うのは、 Y モバイルは10分間であれば何度でもかけ放題でした。こっちの UQ モバイルはちっちゃいですけど、ここに5分以内とあります。5分どうだろうと思いませんか？正直ちょっと考えますよね。そうした場合がですね、こちらのぴったりプランっていうのがもう一個別にあります。こちらがですね、何度でもかけ放題は一緒なんですけど、時間ですね、月何分っていう形で書いてあります。月60分ですね、1ヶ月の間に60分なら電話し放題ですよっていうのと、120分し放題、180分し放題ですねっていうのがあります。で今月とかもですね、自分が使ったやつなんですけど、だいたいこんな感じですね。これが今日までというか、さっきのそのMNP の電話をした分まで入れてですね、こんな風になってます。そして、合計時間がだいたい63分と53秒って書いてありますね。そしてその下が、5分超過分、まあ5分以上話した電話がっていうことなんですね。それが25分7秒ってあります。データ通信自体に関してはですね、 Wi-Fi とかが家とかにもあるので、まあ、今月はちょっと多かったんですけど 1.7 ギガ使ってます。まあ Wi-Fi の方見てもらうと結構な数字かなとは思います。なので UQ モバイルのプランで行くんであればですね、正直このプラン S で行けるんじゃないかなと思うんですよ。
ただですね、電話がちょっと何とも言えないですね。5分で終わる電話もあるんですけど、ない場合もあるので難しいとこですね。この電話のプランをどっちにするかだなと思います。こっちのおしゃべりプランの方にしようかな。ということでですね、申し込んでいこうかと思います。で、今回ですね、この機種が欲しいなっていうのはあったんですよね。で、前からそれは気にはなってたんですけど、今回欲しいなと思ってるのがこちらのファーウェイの P20 ライトですね。こちらにしようかなと思います。さあ、では申し込んでいきましょう。はい、今登録を UQ モバイルの方にしました。ということで、スマホが来るまで待ちたいと思います。